株式会社折り紙は東京都港区六本木に本社を置く QR バーコード決済サービスを行っていた企業である。社名の由来について創業者の安井義隆は折り紙は数少ない海外に認知してもらえる日本由来のキーワードであると述べている。2012年2月22日会社設立。2013年4月23日 EC プラットフォーム。 折り紙のサービスを開始する。ビームスやアンダーカバーなどのアパレルブランドを中心に森美術館、スタヤ書店なども提携して iPhone で検索した商品を1タップで購入できる通信販売サービスを提供した。2015年10月、店頭決済サービスのベータ版である折り紙決済の提供を開始する。2016年5月、折り紙ペイの名称で正式にサービス開始した。 当初は Bluetooth を使用した方式であったが、2017年2月より、QR コード決済を使用した方式に改められた。2018年2月1日、本社を表参道から六本木ヒルズ森タワー31階に移転。折り紙が入居したフロアは、安井義隆が新卒で入社したリーマンブラザーズの日本法人オフィスがあったところである。 2020年1月23日、メルカリの子会社であるメルペイが同年2月25日付で折り紙の全株式を取得し、メルカリグループに参画することを発表した。今後、一定の周知期間を経た上で、折り紙ペイのサービスやブランドをメルペイに統合させる。売却額は非公表だが、還元サービスの影響で経営が悪化しており、一部報道では、 一株当たり一円とも実質ゼロ円とも報じられている。さらに買収と同時に社員の9割を削減する見込みであり、折り紙は実質的に経営破綻での身売りとなった。また、メルペイへのサービス統合に先立ち、ベータ版として提供している折り紙ワレットのサービスを2020年3月23日までに終了した。2020年2月28日、折り紙は 折り紙ペイでのスキャンコード支払いを4月28日22時に、アプリの全機能を6月30日22時に終了させると発表し、予定通り終了した。決済の方法には3通りあり、下記のいずれかにより、折り紙アプリのインストール時に登録した銀行口座、またはクレジットカードを介して決済が完了する。店頭のタブレット端末に表示された QR コードを、 スマートフォンのカメラで読み取る方法店頭のステッカーに表示された QR コードをカメラで読み取り、加盟店側が端末に金額を入力する方法をスマートフォンの画面に表示したバーコードを提示して、加盟店のポスレジに連動したバーコードスキャナに読み取らせる方法このうち、2番目は加盟店側の設備負担が少なく、中小企業向け。 3番目はアリペイに対応する仕組みを利用したもので2018年9月よりコンビニエンスストアのローソンでサービス開始した折紙ペイの特徴としてお財布形態の仕組みを利用した非接触型決済である楽天エディアモバイルスイカなどと異なりカメラ付きのスマートフォンであればフェリカ非搭載の端末でも利用が可能であるダイレクトメール等の小売店側の 販売促進コストが軽減する分、折り紙ペイで決済した場合に値引きする、即時割引きも導入されている。2019年6月の時点の主な加盟店は、松屋、フーズ、吉野屋、ホールディングス、ナンバシティ、パルコや上野、日本交通、ローソンなど、約2万店。決済音を含め、サウンドブランディングは、サカナクションが担当。 オーガーミペは2020年6月30日をもってサービスを終了。メルカリ及びメルペイに統合された。ありがとうございます。